Sparto. サッカーファンの皆さん、こんばんは。この時間は FIFA U17 ワールドカップナイジェリア2009グループ B スイス対日本を生中継でお送りしてまいります。初戦優勝候補サッカー大国ブラジルを相手に2度追いつき大健闘を見せた日本、ただ決勝点はミスで奪われてしまい、勝ち点1を取れる戦い勝ち点0に終わってしまいました。ただその中でも本当にこの若い選手たちが見せてくれた大いなる可能性というのは我々に本当に大きな期待を抱かせてくれています。この2ゴールで追いつき勝ち点1が取れるはずだったんですが、しかし、まあ、最終的には勝ち点0に終わりました。さあその第1戦を終えてグループ B の順位表を確認しておきましょう。ご覧のようになっています。今日対戦するのはメキシコとの初戦を2対0で勝利し現在グループ首位に立つスイスです。日本にとってはこのゲームを取れば大きく決勝トーナメントが近づく一戦ということになります。果たしてしっかりとヨーロッパのスイス相手に日本が勝ち点を取って、なおかつ勝ち点3を取っていい形になれるのかどうか。さあそれではキックオフの時間が近づいてきました。それでは国際映像に切り替えましょう。 FIFA U17 ワールドカップナイジェリア2009グループ B スイス対日本、ラゴスラスリムバログンスタジアムです。舞台はナイジェリアテスリムバログンスタジアムです。ブラジル戦悔しい負けを喫した日本、今日は白いユニフォームで臨むこととなります。赤いユニフォームスイス代表、ヨーロッパベスト4、そしてアジアのベスト4として出場の日本、果たしてあの悔しい戦いからまた一つ成長した姿をここテスリムバログンスタジアムの舞台で見せてくれるんでしょうか。キックオフ前、天気は気温は31度、湿度は 83%、 午後4時キックオフのゲームとなります。気温が高い中、その暑さとも戦いながらスイス代表との一戦という形、果たして白いユニフォームをまとった日本代表はこの舞台であのブラジル戦同様の熱い戦いを見せてくれるんでしょうか。悔しい戦いとなったブラジル戦から中2日、プラチナ世代と言われる若き日本の選手たちが第2戦の舞台へと臨みます。両チームのメンバーが今スタジアム、このピッチ上へと出揃いました。舞台はテスリムバログンスタジアム、2万6000人収容のこのスタジアムでまもなくスイス対日本の一戦がキックオフしようとしています。赤いユニフォームに身を包むヨーロッパベスト4、ヨーロッパの強豪このスイスとの一戦となります。日本アウェイユニフォーム、白いユニフォームをまとって今日のこの舞台へと臨んでいます。さあそれでは両国の国歌をお聴きいただきましょう。
日本の国歌です。FIFA アンダーセブンティーンワールドカップナイジェリア2009第2戦スイス対日本、まもなくキックオフです。日本が第2戦へと臨みます。黒星でスタートとなった今大会、この第2戦非常に重要な一戦となりました。勝って勝ち点3、これを取って次戦メキシコ戦へとつなげたい日本代表。17歳以下アンダーセブンティーン、プラチナ世代と呼ばれたこの輝きをこの場でも見せてくれるのか。まずはスターティングラインナップ、スイスからご覧いただきましょう。ゴールキーパーはシーグリスト、ゴンサラベス、カンバー、シャピス、そしてキャプテンマークベセリ、中盤にはニメリー、セフェロビッチ、ベンハリファが2トップを組みます。そしてシャカ、ロドリゲス、カサミというスターティングイレブン。監督はダニー・ライザーさんです。続いて日本のスターティングイレブンもご覧いただきましょう。ほとんど変えてきませんでした。ゴールキーパーは神田、そしてディフェンスライン岡本拓也、広木優真、松原健、内田達也、キャプテンマーク、そして宇佐美隆、宮吉拓海、柴崎岳、高木義明、堀米優希、小島修斗というスターティングイレブンを並べてきました池内豊監督です。今回は杉本健佑ではなく宮吉拓海を、まずはワントップという形並べてきたのが池内さんです。審判団は主審カルロス・バドレスさん、そして副審はレオネル・レアルさん、カルロス・パストラーナさん、そして第4の審判はカルロス・アマリージャさんです。主審副審だけを見ますと、2006年の12月クラブワールドカップで決勝の笛を吹いたこの主審副審というメンバーとなりました。そしてサブのメンバー、控えのメンバーもご覧いただいています。スイスはオリバー・ブフが前線メキシコ戦でイエローカード2枚、レッドカードとなりまして、この試合出場停止となっています。ダニー・ライザー監督、果たしてどのような采配を見せるのか。そしてこちらが池内豊監督です。失礼しました。果たしてこのテスリムバログンスタジアムでブラジル戦のように見せた躍動を日本、このスイス相手に見せることができるのか。相手はヨーロッパベスト4、ここで勝ち点3を積み上げて次戦メキシコ戦へとつなぐ、そしてその先に待つ決勝トーナメントへと駒を進めていきたいプラチナ世代 U17、 17歳以下の若き選手たちです。FIFA アンダーセブンティーンワールドカップナイジェリア2009、日本の第2戦となります。スイス対日本、まもなくキックオフの時を迎えようとしています。今日の主審はカルロス・バトレスさん。さあ今キックオフのホイッスル、日本の第2戦スイス対日本が今キックオフしました。解説は清水秀彦さんです。清水さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本の大事な2戦目となりました。勝ち点が0という形で迎えることとなりました。スイスは前線のメキシコ戦で勝ち点3を積み上げてこの第2戦へと臨んでいます。さあ早速のホイッスルは主審のバドレスさん。果たして日本はヨーロッパベスト4でこの
FIFA の国際大会で臨むスイスに対して勝ち点3を積み上げることができるのか。清水さん、この第2戦日本は負けてという形で入りましたけれども、黒星スタートながらこの試合どういった立ち上がりすればいいということになるでしょうか。見てやはり第1戦ね、負けたとはいえ、まあ、積極的なゲーム運びをしましたし、内容は非常に僕は良かったと思いますね、ですから、今日この試合を見て絶対勝ち点を取るんだぞというような形で、プレッシャーかけてますよね、ですからこれでいいと思いますね。調子自体は悪くないですからね、ですから、ブラジルとやったような形でゲームを進めていけばいいと思いますね。さあ、果たしてその大事な立ち上がり、どのようなプレーを見せてくれるのか。プラチナ世代17歳以下の日本代表若き選手たちです。まだスイスボールでスタートかというような形。ゴールキーパーは神田、第1戦に続いてスタメンゴールキーパーとしてゴールマウスを守ります。さあ、それではここで日本語表記スターティングイレブンご覧いただきましょう。ゴールキーパーはシーグリスト、ディフェンスラインシャビス、ロドリゲス、ベセリー、カンバー、中盤はベン・ハリファ、ニメリー、ゴンサレベス、カサビ、ツートップはセフェロビッチ、シャカというラインナップです。監督はダニー・ライザー監督。対する日本のスターティングイレブンもご覧いただきましょう。ゴールキーパー上田純、ディフェンスラインは岡本拓也、松原健、内田達也、広木優真、この辺り変わりません。中盤は柴崎岳、堀米勇樹、小島修斗、高木義明、ツートップは今日宇佐美隆、そして宮吉匠という選択肢を取りました池内豊監督です。今日の審判団はご覧の通り、カルロス・バドレスさんが主審、副審はレオネル・レアルさん、そしてカルロス・パストラナさん、第4の審判はカルロス・アマリージャさんです。注目の宇佐美隆、当然ながら清水さん、ここにやはりこのディフェンス、チェックが厳しくなるというのは予想される部分ではあるとは思うんですが、1試合目、当然こうスカーティングはしてるでしょうからね、スイスの方ね、ですからやっぱり日本のこうこれ欲しいですね。抜け出すかペナルティエリア内、ここは一旦ボールを戻しますが、当然そこをマークしてくる相手というのはこうちゃんと言ってあると思いますね、スイスの方もね、ただね、今日はまたブラジルと違ってこのヨーロッパのチーム、今度はね、サイズがでかいわけですね、大きいわけですよね、ですから特にこのセンター、日本のセンターバックに対してのスイスのアタッカーの大きさ、その逆もありますね、日本のディフェンスプラス、前の方の選手が今日ですから、多分トップを変えてるのもすごい速さで勝負したいという気持ちは若干あると思いますね。大きいですからね、本当に、ですから心配なのはこういうリスタートのプレーなんですね。これが深いところだったらいいですけど、非常にこうボールに近いところですとね、これ非常に危ないなという感じは受けますね。今日のスイスのメンバーを見る限り、さあこの辺り飛び出せるか、フラッグは上がっていません、ね、さあフリーの状態、ボールはこぼれているが惜しかったです ね、 今ね飛び出したベンヤミン・シーグリスト、ああいうようなことですよね、前に速い選手を置いて、背後を早くつくという形、一ついい形でできましたね、今ね。開始5分も経たないところでチャンスを作り出しました日本代表。さあ、ここからもプレーを作っていきたい堀米、堀米ボールをキープ、倒されながら宇佐美へ、さあこのパスを松原、松原中央を入れてシーグリストキャッチ。さあこの長いパス、カウンターという形となるか。松原が相手のところを内田が行きます。こう見てもだいぶサイズ違いますよね。さあここも戻したボールにシュートを打ってくるスイス、おっしゃる通りこのスイスのメンバーを見る限り、このシャカを含めましてフィールドプレーヤー5人ですね、5人が180センチを超える、6人ですね、6人180センチを超えるというプレーヤーを揃えてきていますスイス。ですけども、ボールをとにかく早く動かしてですね、無駄な接触プレーをなるべく避けて、そして、背後を早くついていくと、いうことをやっぱり心がけるべきでしょうね。まずは立ち上がり大事な時間帯、さあ中盤回します柴崎、青森山田高校、この縦へのパス、松原、松原ふわっと浮かして一人かわせるか、ペナルティエリア内クリアされてしまいます。ただこのボールまだこぼれている、も
王朝日本ボールにしたいところ、ラインを今ようやく割りましてホイッスル、日本ボールへと変わります。早いスタート、宇佐美、宇佐美がボールをカット、宇佐美そのまま仕掛けていく、宇佐美、宇佐美、宇佐美、ここでボールを奪われました。まあいいですよね、あのボールに向かってるわけですからね、はい、まあ、その前に一つ一回チャンス、シュートを打てるチャンスがあったと思いますけども、やっぱりこうチャレンジすることが非常に大切ですからね、この問題は特にね、はい、そのチャレンジ精神旺盛な年代、まさにプラチナ世代と言われてはいますけれども、中身は本当17歳以下の若き日本代表たちです。そのアグレッシブさで今日どのような戦いを見せてくれるのか。まあ、1試合もやってますしね、はい、ピッチ含めた条件、状況は分かってるはずですよね。で、まあ、ここまで見てるとやっぱりこう、まあ、本当に自信を持ってはい、プレーしてますね。自信を持ったプレー、まあ、17歳以下という年代ですので、あのブラジル戦の90分での成長というのもこれは非常に期待できるところではありますよね。そうですね、あのこの年代というかもう若い年代というのはやっぱり、経験をすぐその、まあ、栄養にするというかね、はい、あのすぐ変わっていける年代ですからね、はい、ですから第1戦は南米とやって、第2戦はヨーロッパで、ですからどん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 いろんなものを、ね、はい、やりながら吸収できると思いますね。その吸収力でこのとにかく一つでも多くの試合をしてほしい、決勝トーナメント進出、そして、まあ、ゆくかベスト4、そして、まあ、決勝の舞台へと、うん、成長し、そして結果を残したいこの日本。立ち上がり日本がややボールをキープしているかというような印象。さあ危険か、このあたりボールをキープ、シュートを狙っていきました。こぼれたところ、プラニとシャカ、シャカが上げる、ただこのパスはそのままラインを割ります。助かりましたね。まあ、ですからこういう、まあ、今はミスになりましたけども、ゴール前に、はい、クロスボールを入れられた時のしっかり、まあ、当然競ることと、はい、そしてセカンドボールですね、セカンドボールをきちっと集中して自分たちのものにしていくということをやっていかないといけないでしょうね。まあ、体を寄せないとやっぱり体、はい、あの大きいですからね、そこのところをやらないとやっぱりこう非常に危険ですよね。まあ、とにかくこの日本のディフェンスラインは180センチを超える選手がいます。いやー、これ通りましたよ。抜けてそのまま放ったシュートがゴールネットを揺らした。1対0、日本代表先制ゴール、宮吉拓実が決めました。ブラジル戦では控えに甘んじたこの宮吉、京都サンガ FC J 史上2番目のデビューというその速さ、その期待そのままに宮吉先制点を決めました。清水さん、こういうこの宮吉が抜ける形というのは今日これが初めてではないんですよね。ですからこれ狙いだと思うんですよね。狙い、そのこのゲームに関して彼を今日先発で起用しているのはこのディフェンスラインの裏に抜け出すスピード、はい、まあ、大きいバックに対してですね、ですから先ほども1回ありましたけども、まあ、うまくこれは決まりましたね。まずは日本が先制点を奪いました。しかもこの前半の早い時間帯での先制ゴール、宮吉拓実が決めました。ただその点を取った後に気をつけなければいけない時間帯もあります。さあここでも宮吉が飛び出すか、1対1の形となる。ここはシーグリストのクリア、うまく今ね、2センターバック、バックの間から抜けてるんでね、マーキングがはっきりしないんですね、はい、スイスは 4-4-2 ですから、それ非常にこうゾーンでフラットなライン作って守ってますからね、はい、そのセンターバックとセンターバックの間はうまく走ってますね、今ね、ちょっと混乱してますよね、スイスの方はね。まあ、そのあたりが修正される前にさらに追加点という形を取りたい日本。さあここは後方からボールを回していきます。キャプテンマークの内田達也、2010年度のトップ昇格のその仮契約を果たしてナイジェリアの舞台へと入ってきました内田達也、ガンバ大阪ユースです。さあ内田から前線へパスをつないでいきたいところ、柴崎、このパスはうまく通りません。
ラインを割ってゴールキックへと変わります。まあ、あとはあの長いパスだけでこうやっていくとどうしてもこう間延びしますからね、はい、まあ、当然疲れも出てしまうんで、やっぱり1回こう深みを作ったら今度中盤をきちっとボールをつないでサイドから今度攻めるというね、はい、形をこうに移っていけばいいと思いますね。さあスイスのゴールキックから、さあここも宮吉を使っていく。ただシーグリスト出て工作、ボールはこぼれている。大丈夫ですかね。倒れている宮吉、まあ、多分第一戦の、はい、まあ、スイスのゲームを見て、ウィークポイントはここだということでそこを今ついてるんですね。ですからそれはうまいこと。さあロドリゲスかわした、ロドリゲスかわしていく。これはボールを中に入れさせない。上田が抑えます。サイドから少しヒヤッとする場面を作られてしまいました日本。ただここからボールを一気に前線へ。宇佐美、このパスはプラス気味過ぎたか。そのままラインを割ります。まあ、あの立ち上がり、先ほど言いましたけど立ち上がりですから今徹底的にそのディフェンスラインの裏側をどんどんつけということでやってると思いますけどね、はい、ただこれずっとは続けたら良くないと思いますね。やはりこう一回収めることもしていた方がいいと思いますね。前半開始10分が経過しました。何度か同じような形、得点を奪った後も何度か同じような形で、まあ、宮吉がディフェンスラインの裏に飛び出るという形もありました。さあここからどういう攻め方を見せてくれるのか。現在1対0、先制点を奪ってリードしています日本。ニメリー、ロドリゲス、近いところ近いところで守るってことが大切ですよね。これそうですね。この形、さあ小島、ここから日本の攻撃というところ。高木はボールを戻します。柴崎、宇佐美、宇佐美からこれは小島へのパスだったか。スイスボールへと変わっていま す, です、ね、さあブラジル戦で1ゴールを決めた高木から、さあそのまま流すように右サイドで開きます。宮吉パスしてシュート。さあ宮吉が詰めていく。ヘッドこぼれたところ、さあまだボール残っている宇佐美。ちょっと力入りましたかね。でも一連の攻撃は非常にいいですね。スイスのディフェンダーが詰められないですよね。これこうどん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 こう追い越し、今追い越してきましたけどもね、連動しているもんですからね。ここでもう一つワンチャンス作り出しました日本。今まあ高木からの、はい、まずあそこで中盤で落ち着いて縦にくさびの球をポッと入れてあげることによって相手のディフェンスが上がれなくなりましたからね、はい、ですからこの来れなくなると今度ドリブル効いてきますからね。徐々にこの日本のゲームにというような形でリズムを作り出しています。あとはこの、まあ、パワープレーというかこの先ほど言ったようなこのリスタートですよね、はい、ここのとこをきちっとこうしっかりこうマークするということでしょうね。絶対フリーでプレーさせないように、はい、体を寄せるということ。さあそしてフリーキックの場面、上田がコーチング。壁は1枚。さあコミリー、2ミリからよくつきましたね。今コフィー・ニメリーのフリーキックでした。さあここはボールを戻しましたスイス。シーグリスト、アストンビラの、まあ、下部組織に所属していますこのベンヤミン・シーグリスト、予選時からゴールマウスを守り続けています。キャプテンマークのベセリ、ロドリゲス2人で囲います。たまらずもう一度シーグリストに戻しました。今じれないことですよねこれはね。今さあそしてこれを神田まで戻します。おっとちょっとファンブルしたか。足元をすかせます神田。ヴィッセル神戸ユース、ま
まあ、どうしてもこの前線のブラジル戦では最後に、まあ、パンチングがそのままゴールへと入ってしまうというような不運なゴールもありました。精神状態とすると、まあ、17歳以下の選手、まあ、答える部分はあったとは思うんですが、でもまあここで先発で使っているということは十分リカバリーできたという判断だと思いますよ。今日のボールパスをしっかり守れるか。さあこのボール中に入れるがシーグリストがキャッチ。FC 東京の U18 広木優馬でした。さあ再び日本ボールにというところ、ちょっと危なかったか。ちょっとね、ああいうところでのミスは怖いですよね、やはりね。セフロビッチから右サイドへと開きます。そのまま狙っていきます。こぼれたボール、宇佐美が前にいる。その前の宮吉、入れときたかったですね。今オフサイドギリギリ飛び出したんですね。今いいタイミングだったんですね、はい、ただ1対1の場面でというところで、もうちょっとね落ち着いてゴールに正面向いてしまった方が良かったんですね。これ斜めになってますからね、まあ、ちょっと正面向いていけばかわすこともできたかもしれないですね今ね。じゃあまだスイスの方が、はい、日本のこういうやり方にこう慣れてないわけですね。ですからディフェンスラインをこう上げるのか下げるのかってこう迷ってますからね、はい。まあ、そのあたりの時間帯のうちに日本としてもさらに追加点という形にしたいところではありますが、いいす、ね、さあ右サイド松原、大分トレニータ。さあこのパスは奪われてしまいました。フレデリック・ベセリー、スイスのキャプテンマーク。ここもシーグリストに戻します。ちょっとスイスもパスの出しどころがないか。そうですね、さあこの辺りでもまずはボールを奪いたい。左サイドグラニットシャカが走っている。そのシャカへのパスか、いや中央松原がケアに行きます。倒されてベンハリファ中に入れる。このボールを追いかけるセフェロビッチ。ボスニアヘルツェゴビナとの二重国籍のこのハリス・セフェロビッチ、国内リーググラスホッパーでプレーをしています。どうでしょう、今の当たりというのはフリーに少しさせてしまった部分もあるかとは思うんですが、やっぱ中盤の、ね、球の、ね、失い方が良くないとはなりますよね、やっぱね。ここでホイッスル。遠い位置でのフリーキックを得ました日本。前半もまもなく20分かというところ、キッカーは宇佐美。さあもう一度宇佐美、堀米ボールをキープ、中へと切り込む堀米。このパス、さあもう一度戻します、宇佐美へと。宇佐美中央入れました。ヘッドラをしたい。クリアされてスイスボール。非常にこうテクニックありますね宇佐美って選手ね。やっぱりね、何こともなく相手外しますからね、はい。ボールを持つとこの躍動し始めるプレーを見せてくれる宇佐美。まあ、ガンバのトップチームでの出場はわずかながらその輝きを見せています宇佐美隆。まあ、ガンバはね、まあ、非常にタレント豊富ですからね、まあ、厳しいでしょうけども、はい、僕は彼14歳の時から知ってるんですけどもね、本当にもう中学時代からもうずば抜けてましたからね、あれね。まあ、その力をいよいよこの世界の舞台へというところ、堀米折り込み中を見て宇佐美が駆け寄るが、そこにパスが出せない。ふわっと浮かせて宇佐美、ペナルティーでないボールを奪われました。ロドリゲス、さあここでパスカット、チャンスですねこれ。柴崎フリーだ。ネットでシュート、2点目宮吉、2対0。2点目もこの宮吉拓実。日本これで2対0、早くも2点のリードを奪いました。まあ、あそこで相手がつないだったところ、はい、うまくあそこの高い位置でボール取りましたよね。しかし柴崎よく見てましたね、まあ、ここつなぎに出たんですけども、はい、このパスをカットしてこの瞬間ですよね。これよく見てましたね。キーパーが出れそうで出れないボールですよね。これ大きなキーパーですけどもね。
非常にこう、はい、非常に正確な良いボールですね。これ身長194センチという本当に高い身長のシーグリスト、その上を抜けて宮吉へと合わせました。柴崎学青森山田高校、まあ、とにかくこの、まあ、軽く巻き気味というんですかね、ふわっと浮かせたようなボールが、まあ、とにかく絶妙というふうに言われていました。この柴崎、あのコントロールがやっぱりいいですよね。あのやっぱこうキーパーが出れそうで出れないと、はい、ですからね。あれは、まあ、取った位置が良かったですよね。あそこでフォアチェックしてボールを取ったということが、あの、はい、ボールを生みましたよね。まずは早くも2対0とリードを奪っています日本。ですから今まだ、スイスの方が混乱してるから、もっとこう点を取り出ても平気でしょうね、これね。さあここでホイッスル、スイスボールへと変わります。フリーキック、さあここでも神田が指示を出します。少しこうブラジル戦でのフリーキックが記憶によみがえるような位置とも言えるかもしれませんが、壁はどうやら3枚か、まあ、ちょっと遠いですからね。まあ、先ほど言ったようにセカンドボールですよね、はい、問題はもうセカンドボールをきちっとこう拾うということですよね。さあこの辺り主審のバドレスさんが選手に声をかけます。さあニメリーのフリーキック、ニメリー誰に合わせる、ラインを割りました。多かったですね。さあ2点を奪った日本、まだスイスのこのバタバタしている間に得点をさらに積み重ねたいところではありますが、やっぱりこうトップが走って裏取られるもんですからね。やっぱりこうセンターバックもだんだんこう深くなってきてるんですよね、はい、やっぱり怖いですからね、まあ独走になって1対1、まあ、キーパーに捉えましたけど、その場面もそういう場面もありましたしね、はい、やっぱりね、あのラインが下がってですね。さあここで日本ボール、早い位置でボールを奪いました。宇佐美直接狙っていく、枠の左へと切れていきました。少し吠えたか宇佐美。もう一度リプレイでご覧いただきましょう。ターンしてもう最初からも狙ってますね、シュートをね。ブラジル戦と違ってこの試合立ち上がりからボールのポジションという意味ではスイスを上回っています日本ですね。さあホイッスルが吹かれてゲームが止まります。日本ボールへと変わる。ナシム・ベン・ハリファ、グラスホッパーの所属です。堀米、さあここから攻めていきたい小島から、さあ宇佐美も走っている、このパスは通りません。もう一度小島から宮吉を選んだ、ここは相手ディフェンダーの足が出ました。でもまずボールを取ったら、あの宮吉のところを見てというね、宮吉もそれに対して早く動き出してますからね、はい、それはいいですね。本当に非常にやりたい形ができている今日の日本。球離れがいいですからね。これ大体こう2タッチぐらいでボールをパッパッパッパ動かすもんですからね、はい、なかなか寄せられないんですね。ここもそうですね。さあここは小島かわしていきたいところ、ボールを奪われます。でここでディフェンスに入ってこう、まあ、切り抜けられましたけどね。さあ人数をかけて守りに行きました。そうですね。ライン終わってスイスボールへと変わります。ロドリゲス縦へのパス、ここもケアに行きます内田。ナシム・ベン・ハリファ間に合いませんでした。後方で回していきます岡本、そして高木、中盤回し、ここで奪われるか。柴崎がケアに行きます。もう一度このパスは通りません。上田、
まあ、切り替えが今のところ早いですからね、はい、これでボールみんな取れてるんですね、やっぱりね。さあ前半も25分が経過しています。さあこれと同時にウサミも駆け上がっていく、パスを出しましたが通らない、ただホイッスルで日本ボール。アフトですね、高木。でも今の高木のドリブルの仕掛けは良かったと思いますね、はい。まあ、このとにかくこのスピードを持って切り込んでいく、左サイドを切り込むドリブルというのが持ち味の高木義明。ブラジル戦では遠目からのミドルシュートを放って、まあ、同点に追いついたというような場面もありました。さあこの位置でのフリーキックとなります。ゴールキーパーはシーグリスト。まあ、このくらいの距離だったらゴールいきますからね、十分ね、正面ですね、これね、はい。まあ、ダイレクトで打ってくると思いますけども、これもやはり同じようにセカンドボールですよね。セカンドボール、あの下がちょっと普通の千葉と違いますからね。そうですよね、人工芝のピッチとなります。ですからこれ違いますからね。さあ宇佐美のフリーキック、おっしゃる通り直接狙っていきました宇佐美。まあ、今ピッチの話もありましたけれども、人工芝どうでしょう、やはりやりにくい部分というのもあるんでしょうか。あると思いますね、ストップするときにやっぱり天然芝とだいぶ違いますからね、はい。ここテスリムバロゴンスタジアムは FIFA 公認の人工芝のピッチのスタジアムとなります。第1戦のブラジル戦、そして第3戦のメキシコ戦も日本はこのテスリムバロゴンスタジアムで戦うことになっています。まあ、球のスピードがね、やっぱりこうちょっと濡らしてあれば別ですけどもね、はい、やっぱりボール死にますからね、はい。そういった中での、まあ、この大会予選を戦わなくてはいけない日本ですから、やっぱりこれ、まあ、この、まあ、残り、まあ、15分ちょっとありますけどもね、はい、きちっとゲームを進めていくというかね、失点をしないようにしながら、しっかりこうディフェンスも十分気をつけながらね、はい、行った方がいいと思いますね。はまあ、今のところ、まあ、スイスの方もパワープレー的にゴール前に上げることがほとんどないんですけど、どうにかサイドからということをやってますからね、今度上げられた時なんですね、これもどん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 上げるようになった時にこのラインが怖がらないで上がっていけるからですね、はい。まあ、ラインをコントロールするのが内田達也、ガンバ大阪ユース、今日キャプテンマークを巻いています。今は高いラインを取ったりしてますんでね、はい、相手が裏つかないということもありますけども、いいんですねこれで。ただラインが下がってしまうと、どうしても、まあ、ボックスの中で競り合いが常に起こるような状態だというのはやっぱりこう危険ですよね、はい。さあシーグリストが上がるように指示を出しました。こういうボールですね。さあこのボール、今よく打ちましたけど、ああいうね、はい、大きいですからね、ラインが下がりましたね、どうしてもしょうがないですね。ですからあの後なんですね、やっぱりね、まあ、今は岡本がちょうど体を入れて、まあ、なんとか助かったと。今うまくカバーしたと思いますね、はい。ただ体大きいですから潰されますからね、十分気をつけなきゃいけないですね。さあこのパス松原ちょっと追い越してしまってラインを割ります。まあ、日本のディフェンスラインには180センチオーバーの選手はいません。松原、内田が177、岡本173、そして弘樹が167というディフェンスラインです。ですからあくまでもこのセカンドボールなんですね、これを拾っていった方がいいです。さあこの辺りでもう一度奪い返したいところ、ボールをキープされる内田が前に出ました。助かりましたね、はい。今右サイドに流されてゴール前にクロスという形が一番危ないですからね、今のは。さあ宇佐美から今度は日本のチャンスというばかり、宮吉行くがシーグリストキャッチ。完全にこうセンターバック2人こうマークつけないんですね、影に隠れられてるんですからね、はい。みんな走られてますよね。宮吉の2ゴールで2対0、日本が現在リードしています。前半30分が経過。
まあ、そうなると今日のこの池内監督の宮吉をという選択が、まあ、うまくはまったというような形と、本当のところはちょっとわからないですけどもね、はい、まあ、第一戦の大きなセンターフォワードじゃなくて彼を、まあ、コンディションもいいんでしょう。さあ宮吉、ああここオフサイド、まあ、コンディションも良かったのかもしれませんけども、はい、やっぱり 大柄なバックに対して彼の方がこう裏が空いているという意味では、はい、はあ、いいんじゃないかということかなと思ったんですけどね、僕はね。ですけどこれうまく相手の裏から入ってますよね、はい、さあここもまた宮吉が奪うか、宮吉ボールをキープできるか、ちょっとセンターバック2人ちょっとね、はい、ちょっと自信がなさそうというか緩慢なプレーですよね今のもね。この辺りの裏をついて宮吉がというような場面でもありましたが、まあ、宇佐美がこうトップに入ってみたりトップ下になってみたりということでね、はい、そういうのもあってこうなかなか掴みきれない、はい、ところもあるのかもしれないですね。先ほど言ったように 4-4-2 のフラットですからね、はい、ですからあそこのギャップの間に人が入ってくることはできるはずなんですね。さあそこで宇佐美がもうちょっとボール触ると面白いと思うんですよね。さあ堀込からその宇佐美へ、宇佐美もう一度サイミに戻します。さあこのパスもホイッスル日本ボール、高木が倒されました。さあ高木が倒されてフリーキックを得ました日本代表。先ほどよりちょっと距離がありますからね、はい、今度はダイレクトというかなんかするんじゃないでしょうかね。先ほどのフリーキックは宇佐美が直接狙っていったというようなシーンでした、まあ、パワー系のボール蹴れる人がいるのかというところもありますけどもね。さあキッカーは誰なのか、シーグリストが壁の位置を確かめます。ここも堀米と宇佐美、宇佐美が行く、シーグリスト弾いてラインを割ります。コーナーキックへと変わった日本、狙いましたね、はい、ここも宇佐美で行きました。まあ、枠からはちょっとそのまま外れていたかもしれないようなシュートではありましたが、コーナーキックへと変わります日本。セットプレーのチャンス、スイスはディフェンスラインに183センチ180センチという、まあ、2人の180センチオーバーのプレイヤーもいます。まあ、それはもう十分日本の方も分かってますから、はい、今こうショートコーナーのようにこう寄ってってますよね、はい、ですからやっぱりそれはもう十分刷り込み済みだと思うんですよこれ。ですからペナルティの外に全員が一回、さあシーグリストパンチング、はい、1回、まあ、中にボックスなんか入らないで外からスタートしてますよねみんな、はい、やっぱ大きいですからね、まあ、そのあたりの、まあ、考えながらの攻め方となります。ただ対スイスという対策はどうやら池内監督はこちらの現地に入ってスカウティングしてからの対策を立てるというような形を取っていたと。ですから前の第一戦の試合を見て、はい、弱点であり大きさであり、まあ、当然コーナーキックの守り方であり全部チェックしますからね、ですからそこで考えてやってると思いますよ。さあその結果現在2対0、宇佐美のドリブル中央、さあボールをキープして高木遠目から狙っていけるか、また倒されますがホイッスルはありません。ですからこうあの辺ですよ、高木なんかのこう間合いがね、はい、やっぱり日本人とは違いますからね、当然足も長いですしね、はい、ですからそこら辺ですね。でも全然怖がってないからいいですよねこれ、日本の選手はね本当に。さあここでも果敢に攻めていくか松原、ボールを戻します内田、周りを伺いながらボールをキープ柴崎、さあ宮吉からこういうことサポートした方がいいですね。そうですね、さあ一気に前線へ、高木がオフサイド取られました。だんだんね、やはりこのスイスの方も日本がやろうとしていることをだんだんこう、はい、慣れてくるという言い方おかしいですけども、狙いをだんだんこう分かってきますからね、はい、ですからこれ先ほど言ったように全部そればっかりやるとやっぱりこうライン外下げられたりなんかしますからね、はい、ですからもうちょっとこうドリブルも入れてもいいと思いますね。サイドで、高木、堀米というのはドリブルできるわけですからね、はい、それが入ってくるともっとこうバリエーションが増えますし、相手はもっと混乱すると思いますね、はい、球を動かしながら広いところで1対1を作らせて勝負していくというやり方もいいと思いますね、はい、それだけのことが十分できるこの選手が揃っていると、できると思います、見てても全然こう、さあ宇佐美のロングパスつながる、ピンポイントですねこれも、もう一度切り返せるか、後ろに残したんですね今ね、さあまだボールをキープ、今度は高木が攻めていく、ここは人数が
勝ったかスイス。しかし宇佐美もいいとこ見てますね。あそこでドリブルしながらとこをピンポイントで合わせてますからね。もうそうですよね、うん、かなりまあ後方からのパスをつないでいきました宇佐美。さあスローインは日本。時計をチェックしますバトレスさん。給水じゃないですか。給水タイム取ってますね。まあ、試合開始前は現地の気温が31度、そして湿度が 83% とかなり蒸し暑い中でのこの一戦となりました。午後4時キックオフの試合です。まあ、この辺りで監督が声をかけるとしたら何というような指示が出るというんでしょうか。こういうのは一番給水タイムみたいにしてこう一回こう今いい感じでボール回ってる時にこう一回切られるのが一番怖いですからね。ですからやっぱり当然言うことって言ったら集中してこのまま続けていけっていうようなことを、まあ、絶対言ってると思いますね。気を抜くなということを集中してやれっていうことですよね、はい、一息入ったとホッとしますからね。これ再開するときのプレーって大切なんですね、これね。さあ給水を終え両チームのイレブンがピッチへともう一度戻ります。さあここからさらに集中力を高めて前半のこのあと10分という時間を乗り切らなくてはいけません。現在2対0リードしているのは日本です。あ、ここで選手の交代ちょっと早いような時間帯の気がしますが、コフィー・ニメリーに代えてロマン・ブエスを入れます。コフィー・ニメリーは前線では出場機会がありませんでした。早い段階での交代となりましたスイス。まあ、どうやらスイスのこのダニー・ライザー監督はコフィー・ニメリーを中心にチームを作ってきてはいると。ただその中でコフィー・ニメリーも今年の初め頃ですかね、靭帯を損傷して怪我から復帰というようなところもあったので、まあ、そのあたりを警戒して、まあ、ちょっと早めの交代という部分もあるのかもしれません。まあでも、まあ、コンディションの問題じゃないでしょうかね。コンディションだと思いますね。ですから中心選手であれば出すってことはもうずっと使うってことですからね基本的に、はい。さあ宇佐美がボールをここでキープ、当たり負けしていない、ここで倒されてフリーキックを得ました。取られませんよねやはりね彼は。高校2年生ながらトップチームで、まあ、活躍しています宇佐美。まあ、ガンバというそういう下部組織を含めて非常に強いチームの中で高校2年生でもトップので、入っているということはもうどれだけ、まあ、はい、いい選手かというのは分かりますよね基本的にはね、はい。そして今年には、まあ、ACL で最初にアジアチャンピオンズリーグで初戦を迎えた自身デビュー戦となりました。これはもう十分届く角度的にもまあいいところですねこれね。さあ宇佐美と堀米、またこの2人がキッカーの位置につきます。宇佐美が狙っていく、ちょっと落ちなかったですね。これで同じような位置からの3つのフリーキック全て宇佐美が直接狙っていくというような形を取りました。さあそして先ほどの交代コフィー・ニメリーとロマン・ブエスの表示が今出ています。スイスは早い段階で交代枠1枚を使っています。さあここは抜けた、フラッグは上がっていないぞ。いや助かりましたね、コントロールミスしてくれましたね。最後は代わって入ったばかりのロマン・ブエスでした。ただオフサイドはない中で、まあ、右サイド少し自由にさせてしまったか。トップにやっぱりね収まってしまうとやっぱサイド出れますからね、はい、まずそこのチェックも必要でしょうね、はい。さあ前半も残り時間が少なくなってきましたですね。こう今なるべくこう、そうですね、こうツーラインのこのツーブロックのここですね、はい、間に入っていくとこうやって、さあ堀米が抜けるか、堀米ちょっとコントロールがあそこに入っていくと、はい、チャンスになるんです。あそこにちゃんと今くさびのように入れてますよね。引いてきてるのについてきませんから、はい、ですからここのところもっと使った方がいいと思いますね。さあここはホイッスル、抜けていれば危なかったというところではありますがオフサイド。さあリスタート、小島から左サイド開きたい高木、パスを出した高木そのまま走っていく、その高木へ
高木ボールを奪えるか、体を入れられます。高木まだ行く、プレッシャーをかけていきます。シャレル・シャピス、ポゼッションは日本が上回っています。こちらのヘッドクリア、そうですね、はい、もうここの時間帯は何もこう無理することはないわけですよね。危なければ今みたいにこう1回、アウトプレーにして、はい、きちっと守りの組織を作るということをやっていけばいいと思います。ですからここの時間帯やっぱり、まあ、危険な時間帯であることは間違いないですからね、はい、このままハーフタイムを迎えるというのが一番いいストーリーですからね。さあいい形でハーフタイムを迎えたい。ただこの辺りも気をつけなくてはいけない。ロドリゲス、こういうやつですね、はい、ですね、このセカンドボールですね。そうですね、これですね、ここのとこからで気をつけなきゃいけないですね。ゴンサルベスから中へ、うん、セフェロビッチ、シャカボールを奪います。さあ宇佐美は前を見て1対1の形を作りたい。宮吉常にトップを見てますね、宇佐美選手はね。まだそれに対してこう、まあ宮吉が非常にこういい動き出しをしますよね、はい、ですからこうボールが深いところにあったときにやっぱこう動き出しているということはやっぱこう、まあ、チームとして の, その狙いがもうはっきりお互いがよく分かっているということですからね、はい、こういうボールですね。シャカ決まってしまった。ですからこういうのを打ったんですね、はい、いいゲームをしているんですけども、そのですね、ああいう長いロングパス、はい、でまあ、体大きいですからね、ラインがちょっと上げきてなかったですよね、はい、今セフェロビッチが今この前半終了間際に決めて2対1、スイスが1点差へと詰め寄りました。ちょっともったいないですねこれ本当に。まあ、前半の終了間際という嫌な時間帯で、まあ、1点を取られてしまった日本、現在2対1。さあここは体を入れてホイッスルはありません。柴崎中に入れたが相手ディフェンダー奪います。ペセリ、さあ早いプレッシャーをかけていくがホイッスルが吹かれてしまいました。まあ、だいぶ本当に先ほど言いましたようにね、はい、裏に動きに対して慣れてきていると思いますね、スイスの方ね、はい、ですからもうちょっとサイド使っちゃった方がいいと思うんですね。だって今いきなりのこうボールを離すのがだんだん失点したことによってボールを持つような形を作ってるんですけど、それでダメですね。もっとこう簡単にこうボールを動かすことをやった方がいいと思いますね。動かすこと、はい、さあこの辺りでボールをキープして柴崎から堀米、堀米、さあここでボールを奪われます。ちょっとこの辺りでのパスもつながらなくなってきたか、スイスのチェックが厳しくなってきている。こういうボールですよ、頭で流してよく出ましたねキーパー。さあ直接空いたゴールへというところでしたが、枠から大きく外れるシュートとなりました。セフェロビッチ、今日ワンゴールのセフェロビッチ、今キーパーはいい判断だと思いますね。ただこのクリアは良くなかったですけども、はい、ですからこう繋いでる、作れてる時はこ う, うまくやったんですけど、こうやって蹴られた時ですね、そこのところですねやっぱりね。さあ松原、ここは慎重に行きます。内田、もう絶対これ以上絶対失点してはいけないですから、はい、ボールをとにかく動かしながら深いところに持っていった方がいいと思いますね。さあ柴崎もうだいぶ慣れてきてますよね、このラインの作り方がスーッと効きますよねやっぱりね。高木へのパスは通りませんでした。もう一度柴崎、さあここからゲームを組み立てたい小島、このパスも通らない。徐々にスイスボールというような形になってきています。この時間帯前半終了あとわずか、さあ突破を図っていくヤニック・カンバー、右サイドへ開く、この形が一番良くない、フリーにさせてしまう、グラニットシャカバーに当たる、まだスイスボール。あの形を作れるのが一番危ないですね。今中盤のチェックが甘くてこう前を向かれてしまうと、はい、ああいう形になりますよね。ロスタイムは1分の表示です。すで
でにロスタイムに入っています。ちょっと今受けちゃってるんですね。しかし助かりましたね今ね。バーで裏にとシャカのシュートはバーに弾かれて難を逃れた日本。ただ前半の中でもかなり大きなピンチを迎えた感のある場面でした。さあ岡本から小島、開いていきます広木。気をつけた方がいいですね。ちょっと、失点して、直後からちょっと足止まり出してましたからね、はい、動きながらボールを動かすということで。さあ宇佐美ボールをキープ。宇佐美狙っていく。宇佐美のシュート、シーグリストギリギリ見てるんですね、あれね、キーパーの位置ね。さあそしてここでホイッスル、前半終了のホイッスルです。2対1、日本は2点を奪いましたが1点を失った前半となりました。清水さん、日本の2点というのはこれ非常にでもいい形ではありましたよね。多分狙いがよく出たと思いますね、ただもっと決定的はありましたからね、はい、やっぱ決めてなかったのがやっぱり最後のその相手の得点につながった可能性もありますよね。やっぱりねちょっともったいないですね、最後の1点はね。2点を宮吉が奪いました。そして前半の終了間際42分、セフロビッチが1点を返しました。2対1、日本この第2戦でまずは勝ち点3を積み上げたい、その大事な試合。前半の45分は2対1で折り返す形となりました。舞台はナイジェリアテスリムバログンスタジアム。後半一体どのような試合を見せてくれるのか、プラチナ世代若き日本代表期待しましょう。